はい、こんにちは。英語科の、前田です。皆さんですね、高校1年生になられるにあたって、まずね、一番分かってほしいのが、大学入試っていうのは、入試問題ね。これ、学校の中間試験とか期末試験と違ってね、結構準備長い間必要なんですよ。中間試験ぐらいだったらね、もう前の晩だけ頑張ればね、点数取れるやつとかもあるかもしれませんが、大学入試ね、この入試の、前日だけ頑張るっていう人は いないと思うんですよ。で、1週間前だけ頑張るっていう人も、いないと思います。なんかね、塾とか予備校とかに通い出すのが、なんか生徒さんがね、一番増えるのが高3なんですよ。とか、高3の夏休みとかね、こっからね、なんか受験勉強を始めるとなかなかしんどい。だから、その目標があってね、前日から入試勉強を始めました、これじゃちょっと厳しすぎるので、ね、高3の初めから始めました、これもちょっと大変だと思うんですよ。高校1年生からね、徐々にですね、この目標に向かって進んでいくというような形でね、ぜひ勉強してほしいと思います。はい、特にここ難しくない？これ、文化と国は交換可能です。そんなのできるの？って感じですよね。ちょっと難しいと。で、難しい文章が出てきたらどうするか、いいですか？訳さないでいいんだったら、ここはね、もう分かんない、もうほっときましょう、もうハテナで置いときましょう。これはね、どういうことだろうな、分かんないな。で、文章っていうのはね、次、ここで言うと for example ってフレーズが出てきたでしょ。これ具体例はディスコースマーカー、早速出てきましたね、これね。ここからですね、具体的に説明が始まるからね、あまり分からなくても気にしないでね、先々読み進めていきましょう。名詞ってちょっと使いにくいなっていうのがね、ここの単元なんですね。で、使いこなすには、例えば、lack of ほにゃほにゃ、何々が足りないぞって感じなんだけども、スリープは数えれるのかな、うん、昨日5回寝たよ、数えれるのかな、分かんないな、一応これ不可算名詞かな。ラックっていうのはね、不足、普通は、ザーをつけないで lack of sleep とかね、アーがつくこともあります。a lack of sleep、ザーは普通つきませんね。これそもそもアーとザーって何が違うんだろうね。アーとザー、この場合は lack of sleep の場合は the lack of sleeping、 一つの誰かの特定した患者の the lack of the lack of energy とかになるけど、Lack of sleep もこれ一般的にはもう人々 その寝不足っていうのは、Lack of sleep が一番いいけど、A lack of sleep もあり得るんですね。はい、授業の進め方なんですが、1ユニットっていうね、単位で計算していきます。1ユニットに、4回の授業があるとね、考えてください。大体1月でね、1ユニットを取るような感じになると思います。で、各授業がね、90分って感じです。1回の授業が90分って感じです。これ、例えばね、800分とかだったらね、ちょっと長すぎてね、大変だと思うので、90分で、しかもね、大体授業はですね、30分が、ワンセットみたいな感じで、30分って感じで、集中力が続くようにね、授業を受けてもらえるように、しています。あと、予習授業復習ね、なんだけども、まずね、予習なんですけども、これお願いしないでください。予習はしないですか。これどうしてもしたいと思うかもしれないけどね、皆さん復習を頑張ってください。なんかね、英語の先生してて思うんだけどね、なんか生徒の皆さんが予習をすると、分かってない状態で予習をする、で授業中にね、ほらこんな間違いしてるじゃないかって、こうなんかいじめる感じの授業はしたくないんですよ。なんていうのかな、引っ掛け問題とか間違ったやつを、なんかいじめるというようなスタンスじゃなくて、予習なしで授業でね、こうやってやってくださいとか、というお話をしていきます。でそれを理解した上で、問題を、授業中に解いたり、復習してもらうように、進めていきます。はい。
でね、授業の際なんですが、できるだけノートはね、できるだけ、とにかく授業の時はノートは別に使わないのでね、持ってこないでもいいです。テキストにね、書き込めるような形式になっています。ただし、筆記用具と、あとちょっと忘れないように、辞書ね、必ず持ってくるようにしてください。辞書の使い方とかもね、使い方とかもお話していきます。復習もとにかくこっち頑張りましょう。こっちね、授業でやり方を聞いてそのやり方を定着させるね、こんな感じで頑張っていきましょう。はい、で1年間でですね、やっていきたいことをね、ここに書いておいたんだけども、こんな順番でねやっていこうと思います。でまずね、一番最初の英語入門ってあるんだけども、もうこれもう超おすすめです。もうぜひねここからやっていきましょう。入門ってちょっと漠然としてるけど、何をするかって言ったら、例えばね、単語の覚え方とかね、発音とかアクセントの仕方、これもね、やっていきます。で例えばね、単語帳をポンと渡すと、ね、この単語を覚えといてください、ね、一冊やってくださいとか言ってもなかなかやる気が起こらないと思うんですよ。ぜひね、最初の授業でですね、単語の覚え方っていうのもね、お話ししていきたいと思います。あとですね、やっぱりその、発音とかアクセントの、法則とか、そのあたりもね、この1回目の1つ目のユニットの英語入門でやっていきます。あと、辞書ってね、みんな普段使ってると思うけども、辞書どうやって使うかとかね、そういうお話も、していきたいと思います。で、その後でね、品詞っていうのを単元があるんだけども、もうこれがわからないとね、もう読めないし書けませんということでね、やっていきます。で、以下、文型、時制、助動詞で、英文解釈っていうのもやっていきます。英文解釈って何かって言ったら、日本語を、ごめんなさい、英語を日本語に直すという時のね、コツとかをお話していきます。プラス、リスニングっていうのもね、やり方をやっていきます。で、なんですよ。で、このあたりってね、品詞、文型、時制、順動詞っていうのは、読めるだけじゃなくてね、英語が書ける、ね、読める、書けるっていうのを、定着していきます。あとね、授業中に、それぞれの単元で出てきた単語についてもね、触れていきたいと思います。はい。で、あとですね、読解の基礎ですね、文章の和訳する時のポイントとか、後半ですね、8時項も、読める書けるっていうのをテーマにですね、授業を続けていきたいと思います。はい、という感じで1年間ね頑張っていきましょう。はい、で、ですね、授業でですね、もうたびたび僕の授業を助けていただくですね、リッチモンド、先生です。よろしくお願いします。オーストラリア出身のリッチモンドです。ちょこちょこと、顔を出していただいて、楽しく英語の勉強とかいろいろと、ネイティブの視点から、このコースに、ちょっと助けさせていただきます。よろしくお願いします。よく聞かれるのがですね、どうしたら英語の勉強が楽しくなるかって聞かれるんですけども、やっぱり楽しくやりましょうっていうのは、言うしかないけど、どうやって楽しくすればいいのかって聞かれて、やっぱり僕日本語勉強した時もそうですけど、モチベーションが大事なんですね。何のために英語を勉強しているかよく考えてほしいですね。で、しばらく、あなたたちは、受験のために英語を勉強しているんですけど、それ以外にも何か目的を見つけてほしいですね。これからどんどん日本が国際化が進んでて、外国人と触れ合う時間とか、海外行ける機会もたくさんあるので、そのために将来の仕事でも、勉強、それから留学とかいろいろ使えると思うので、何かを決めてそれを目的にして、それを考えながら英語を、たまに、壁に当たると思うんですけど、くっつけずに頑張ってほしいなと思います。はい、というわけでね、ネイティブの先生からの視点も取り入れたね、授業をね、やっていきたいと、思います。もちろんみんなパッと見てね、どっちがね、英語のネイティブの先生でしょうか。もちろんリッチモンド先生じゃないですか。僕が日本人です。僕にできることって言ったらね、中学時代、高校時代と、結構英語の勉強が結構どころかもうめちゃめちゃ嫌いだったんですよ。で、今英語の先生してるので、英語の勉強楽しいなという感じになったんだけども、
きっかけがあったんですね。それがまあさっき律吾先生もおっしゃられた、まあ、動機ってやつなんだけども、まあ、僕の場合ね、なんかまあ、英語の文章の読み方とかが分かっていた時に、まあ、やっとあの英語が楽しいなと思うようになっていきました。まあ、どうしてもね、英語読めない、書けない、成績上がらないではなかなかやる気も上がらないと思うのでね、ぜひですね、まあ、授業を受けてあの英語の読み方とか、あの英語の書き方とか、あとはまあ、あのね、リッチモン先生から出てくるあの面白話とかね、あのこの辺をですね、あの英語が好きになるきっかけにしてもらって、まあ、ぜひね、あの成績も伸ばしていっていただければと思います。